カルの面でやっぱ全然違って、高校ではないような体の使い方でディフェンスしてくるので、そこでやっぱ最初は戸惑いっていうのがあったんですけど、今は慣れてって感じです。今後はのこと考えたら、やっぱ3ポイントのシュートもやっぱ決めていかなきゃいけないと思うので、やっぱ外からのプレーっていうのを徐々にプレーの幅を広げていきたいと思います。3年の田中優也です。僕は一番仲が良くて、やっぱ試合の時とかもコミュニケーション取ってたので、しかもバスケも上手くて、スリーポイントとかそういうディフェンスの嗅覚とかっていうのはすごいと思うので、はい、田中優也。ウィンターカップ、苦しい、試合とかあると思うんですけど、やっぱり気持ち強く持ってウィンターカップ優勝してください。